コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ皆さん、ついこの日がやってきました。見てください、ポピープレイタイム、ポップアップストア in ラフォーレ原宿です。イエーイ、待ちましたようやく来ました。皆さん本当にね、待っていた方も多いと思います。前回のね、ポップアップストア空町より、今回はさらにパワーアップしてるそうなので、早速見てみましょう。彼らのね、気配をめちゃめちゃ感じます。行きましょう。やばいのが見えてますね、皆さん。これです。ドドドドドー、皆さんどうですか、これ。この迫力ですよ。前回ね、大きなハギーくんがいました。その迫力がとんでもないと思ってましたが、見てください、大迫力、大パノラマ、パノラマ、パノラマ。皆さん、これはですね、プロジェクトプレイタイムのゲームのロード画面で出てくる画像なんですね。それがこの大きさ、見て、大体コロンボさんと同じぐらいです。そうですこの大きさです。でね、3体います。ボクシーブー、マミーロングレックス、ハギーワギー、そしてその奥にはブルーエロがいるんですね。ここで気づいたことがあるでしょう。なんとこの大きさですので、自分がこのプレイヤーみたいな感じとして写真を撮れるわけですね。しかもあつらえ向きなのがあるんですよ。いきますよ、皆さん見てください、こちらです。なんとですね、こちらね、実際に皆さん手に取っていただいて、こんな感じですねどうですかこれこれやばくない？これサムネ候補ですわ。これが、あの、皆さんできます。これで写真撮ることできます。最高帽子落ちそう。はい、でね、これが一体何なのかということなんですが、皆さんこちら見てください。これはですね、今後バンダイナムコさんの方のクレーンゲーム、ゴールデンウィーク以降ですね、順次展開されていく新しいアイテムとなっております。ちなみにね、もうすでに限定的ではありますが、いくつかもうすでにクレーンゲームの方で出ているそうなので、ぜひね、皆さん見つけてやってみてください。はい、そして振り返りますと、今度はこちらですね。今回ポップアップストアの方で、販売されている各種アイテムとなっております。結構ね、前回紹介したものがあったりもしますので、軽くちょっと触れていくんですけども、ほら、こんなにいるんだよ、ハギーとキシーちゃんが。可愛すぎる絶対この中の一人はお家に持ち帰ってあげてください。よろしくお願いしますはい、出ました。こちらはね、コロンボさんのお気に入りのね、かなりの大きさのあるフィギュアですね。顔がくるっと変わる、そんな機能があるやつです。最高ここは、フィギュアですね。キシーとマミーとハギーのフィギュアで、その下の方には出ました、 U2's の最高にクオリティの高いフィギュアですね。全部クオリティ高いんですけども、コロンボさんはかなり好きです。さあ次はですね、ほら、ハギーさん、こんなとこにいらっしゃったんですね。皆さんいらっしゃいました。この前コロンボさんの動画にも登場してくれたハギーさんです。その説はありがとうございました。あー、全然いいよって言ってくれてますね、ありがとう。見て、みんな、ハギーさんほら T シャツ着てるんだよ。可愛くない？可愛い。みんな今日はよく来てくれたね、みたいな感じでほら手挙げてるし。でね、ちゃんとほらプレイタイム書の看板もあるわけですよ、ここにはね。はい、それでこちらの方も見てください。今回販売されている商品もそうなんですが、今後、インフルエンザのギークショップさんの方で販売される、予約商品なんかも展示されてるんですね。見てください、ほらありますこれ展示するやり方によってはどのアイテムも最高に輝くんで、皆さん買ったらぜひね、可愛らしく置いちゃってください。こんな感じでね、参考にしてくださいはい、じゃあ次は振り返るとこちらの一角ですね。こちらも全部アイテムのね、棚になるんですけども、こちらね、このままコロンボさんもショート動画なんかで紹介したお弁当箱ですよね。だからハギーワギーのスペシャルボックス、これもありますし、各種フィギュアありますね。
ちなみに今回こちらニューと書いてある札が貼ってあるものは全部ね、新しい商品になっておりまして、こちらもね前回動画で紹介しましたけども、ハギワギのね可愛らしいラバーストラップ、そしてアクリルキーホルダーが売ってますね。はい、これねこの前紹介しましたけど、裏返せばハギワギに変身できちゃうと、そういう面白いギミックのある T シャツとなっております。めちゃめちゃ圧巻ですね、このように揃いますと。はい、なんとですねこの店内モニターが4個も設置されてます。今は流れてないんですけど、なんとポップアップストア開催中はこのでかいモニターにコロンボさんの動画がずっと流れてるそうです。最高です、ありがとうございます。はい、そしてねアイテムの方一通り紹介したんですが、実はまだ最高の展示物があるんですね。それがこちらです。はい、こちらはですね、まあ、前回のポップアップストアの方にもあったパネルですね。チャプター2のゲーム内に実際に登場するパネルがなんと等身大となって、しかも見てください、ボタンもついてるんですね。こちらを押すとしっかりとボイスが流れると、そういう形となっております。ぜひねポップアップストア来場された際はこちらのね各種ボタンも押してみてください。いきますよ、じゃあ実際に押してみましょう。カモンハギだってめっちゃ笑われためちゃめちゃ笑うよハギ。もう一回押していい？あ、ありがとう。ハギが欲しいよ、ハギーくんの。そしてこのパネルのね横に新しい展示物があるんですよ。それがこちらです。はい、皆さんこれはですねプロジェクトプレイタイムの劇場マップのですね、階段を登ったすぐに見えてくるハギーの銅像なんですね。これやばいですよね。これもかなりの大きさあるんですよ。コロンボさんと比べるとどうでしょうこの大きさが伝わると思います。伝わるかわからないがはい、でこちらも新商品となっておりますね。ハギーワギーのポーチですね。ちゃんと顔が表と裏で変わる仕様となっております。下の方には定期券なんかをね入れることができるパッケージ、これは前紹介しましたね。皆さん、私はね今日このポップアップストアにてやりたいことが一つあるんですね。それはですねマミーロングレックスを当てたい、これです。ずっとコロンボさんはこのねポピープレイタイムのミニフィギュアでマミーロングレックスを当てたいと5回ぐらい言ってるんですよ。今回こそは当てたいと思います。もうね実際にこの場でね開けてやってみたいと思います。3つゲットして開けてみます。じゃあ選んでみましょう。いやーでも分かる、マミーの声を聞けばいいんですよ。だから悩む必要がない、そもそもそういうこといきますよ。マミーロングレックス、コロンボさんの声を、コロンボさんの声じゃねえや、マミーロングレックス君の声を聞かせておくれ。あー聞こえた。これとこれですね。じゃこれをちょっとゲットしたいと思います。すみません、はい、今度こそ当てたいと思います。お願いします。はい、皆さんゲットしました。じゃあもうこの場で開封していきたいと思います。だからマミーの声を聞いてゲットしましたので、だから3つともマミーなんですよ。そういうこと。ほらマミーもほら見てるでしょ、めっちゃ見てるこのマミーに見られながらなんで当たること間違いなしですよ。じゃあ開封していきましょう。まずはこちらです。いきますよ。はい、何が出るかな、来い！マミー！はい！キシーですよ、はい！キシーちゃんです。だからキシーちゃんも女の子だからちょっと勘違いしちゃったみたい、マミーの声かなと思って、まあ、今考えればキシーちゃんの声でしたね、はいまさきキシーちゃん。じゃあ次行ってみましょう。せーの、はい！なんか来そう、いきます、せーの、はい、はい、はい！キ
ケシーちゃんです。はい、だからさっき言ったでしょ。だからケシーはもう女、もう次行きます。泣いても回ってもこれが最後です。行きますよ、頼むぞ。はい、行きます。せーの、だからお前ら夫婦何やってんだ本当に。ハギーに関してはもう女の子ですらないんですけどね。だからもうコロンボさんは全然マミーの声を聞けてないと、そういう結論が出てしまいましたね。確かにマミーは囁いてくれてたんですけどね。はい、ということで今回のチャレンジはキシーが2体にハギーが1体と1ミリもかすりませんでした。はい逆に分度が出ないんかいっていうね、そういうのはありますわ。あのだからおそらくですね、さっきマミーの声を聞けたって言ったのはこのマミーが、多分コロンボさんの声見てたでしょ、ちょっとこのマミーが言ってたんだと思う。ここだよ私はって。はい、そういうことですコロンボさんの挑戦はまだまだ終わりません。マミーロングレックスゲットするまで続けていきたいと思います。はい、ということでですね、今回はポピープレイタイムポップアップストア in ラフォーレ原宿を紹介していきました。皆さんとにかく最高です。こちらのね、ポップアップストアはゴールデンウィーク期間中の5月の8まで開催をしておりますので、皆さんぜひね、足を運んでいただきたいんですけども、入場方法があったりしますので、皆さん来たいなーって人はぜひね、こちらのホームページ概要欄の方からぜひねチェックをしていただければと思います。ハギーワギーのアイテムからこのような素晴らしい展示物めちゃめちゃありますので、最高に満足できること間違いなしです。このコロンボさんが最高に満足してるんですから間違いありません。このゴールデンウィークはポッピープレイタイムポップアップストアで決まりだ。バシュンバシュン、グラブパックは人に向けて打ってはいけません。ということでコロンボさんでした。また会いましょう。コロンボー、バイバイ。めっちゃシャカシャカ言うんだけどこれバイバイ。